はい、松竹です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、谷川さんのヒントだったりアイデアを治療科のあたりにお届けできればと思います。今日はですね、書いてますけども、正座ができない膝の痛みに対してどういうふうに治療するのか、こちらについてお話をしていきたいと思いますので、もし先生がですね、この正座で困っている、もしくは膝の関節ね、どうやって治療していいかわからないね、おばあちゃんとかで膝が曲げられたら正座ができるんだけどねとかね、しゃがみ込みができるともっと楽に生活できるんだけどねとかって言われてでもですね、何かしてあげたいけど何していいかわかんない、そんな人はこの動画見てもらうことによって、正座のメカニズムから解剖学、そしてですね、膝をどういうふうに動かすのか、正座ができない本当の原因ね、こちらの方を紹介していきますので、もしね、今日の話で今の言ったところが当てはまる先生であればですね、すごく役に立ちますので、ぜひね、最後見てください。で、これ膝関節何が原因なのかって言ったらですねこれ原因は、これはですね、先に言いましょう、ほとんどが、これ原因は、はい、関節包と言われまして、いわゆる関節の周りにある筒、いわゆるですね、この周りにある袋みたいなものが原因になっていることが多いですね。で、関節包って聞いたことない方のためにね、話をしていきますけども、関節包っていうのはですね、この膝ありますよね、膝のこの周りに入ってまして、まあ中にですね、関節の包って書いてますから、本当に袋みたいな形になってます。で、この袋の中に何があるかって言ったら、水があるんですよ、水で、この水が中で潤滑してくれることによって、スムーズに関節が動く、こういうことが起きてますね。で、この関節がスムーズに動くってことができない、イコール何が起きてるのかって言ったら、まあいわゆる中の水が足りないとかね、あとは逆に水が溜まりすぎてて、関節の方が袋がパンパンの状態で動けないみたいな状態、まあ、こういうのがあると、ね、よく膝が腫れたとか、膝で注射で水抜いてもらったとか言うじゃないですか。あれは何してるかっていうと、この袋の中の水を取ってもらってる。で、水がパンパンの状態の時って、中パンパンになってますから動かないですよね、動ける幅がない、あれってまあ、いわゆる袋がね、パンパンの状態で中に水入れようとしても入らないし、中に手突っ込もうとしても入りませんよね。ある程度隙間があるから手を動かしたりとか、中で物が動きます。パンパンすぎると中で物が動けないですよね。そう、逆に言うと逆にですね、この袋が小さすぎたりとかすれば逆に動けないですしね、結局この関節包の中の水の状態だったりとか、あとは関節袋自体がある程度ふわーっと膨らんでくれればいいですけども、これ膨らまない、例えばどうでしょうね、膨らまないバッグってあるかなあるかわかんないですけど、膨らまないようなものになってくると、結局中で水が耐えれないね、で動きが出てこない。だから関節包っていうのはある程度の伸縮性、伸びるっていう状態で、伸びすぎると関節の中の水をね、止めておけませんから、ある程度の硬さだけど伸びないといけない、こんな構造になってますね。これがですね、結構膝が痛い方って固まってしまってる、もしくはですね、膝関節包自体が硬くなってしまってることが多いですね。それによって動く時にですね、この関節包の中のいわゆる袋が硬い状態になってますから、袋が硬くって中で止まってしまってる。そうするとですね、硬くなってしまうだけではまだいいんですけど、硬くなることによって関節をずらしちゃいますよね。スムーズにこうやってこういうふうに動いてくれればいいんですけども、動かなくってですね、ここで前で止めることによって骨がこう前にギューッとずれる。そうすると骨と骨が当たっちゃう。そうすると曲がらない、なんか痛い、止まっちゃうね、こんなことが起きてくるんですよね。だから大事なのは、この関節包ありますよね、この関節包をしっかり治療していくのももちろんそうなんですけど、関節包をどういうふうにね、治していくのか、これがポイントになってきますので、関節包の今日ね、メカニズムまで話をしていきたいと思います。で、もしね、今日の話よかったらですね、これ連続型の動画になってますから、チャンネル登録ぜひねお願いいたします。はい、で、関節包の話しましたね。で、関節包が硬くなったら膝が曲がらないっていう理由も分かりましたね。でも、じゃあなぜ関節包がこれ硬くなっちゃうのか、ね、他にも筋肉じゃないのとかね、よくあるんですけど、これよくあるのがですね、まあ人間の体はこうやってあったらですね、まあ、膝がここにあります。で、膝が曲がらなくなっちゃってますから、これって分かった、膝の前側が硬すぎるから、ね、伸びなくって曲がってないんでしょ、ね、これよく考えるんですよ。で、もちろんそれも原因としてあります。ですけども、結構ね、これ伸びる側ね、ギューッと伸ばされる側のことをよく考えるんですが、そもそも待ってくださいとね、だからこれ後ろ
側に例えば何かを挟んだ状態で膝を曲げたら曲がらなくないですか。これも考えるべきなんですよね。例えば皆さん分かりやすく言えば肘を伸ばしてみてください。肘を伸ばしてもらった状態で自分の逆の手を肘の上に置いてください。そして肘を曲げてみてください。曲がりますよね。曲がりますよね。そう、この状態です。で逆に手を抜いてみてください。曲がりますよね。そうです。で結局ねこの状態をみんな、あそうだこっち側が伸びないからだって言ってこっち側を治療するんですけど、そうじゃなくてですね、結構この曲がる側がしっかり入り込んでいない、まあいわゆる何かが突っかえてる状態ってことも結構あるんですよね。でさっきみたいにですね、骨がしっかり回ってくるっていうのは大前提としてあります。で骨がずれちゃって動かないってことももちろんあるんですけど、結構関節包ってこの状態も結構あって、あの関節包って言った通り伸縮性と硬さがどっちも必要なんですよ。でこれね、硬くなる関節包ってですね、どちらかというと硬くなってきますね。そりゃそうですね、硬くなる関節包ですから。だから水分量が減ってくる、使いすぎたりとか、あとは逆に使わなすぎて水分量が減ってくると、まあ、いわゆるカピカピの状態ですね。あのビーフジャーキーみたいな状態だと思ってもらったりですね。あるいは柔らかいお肉が乾燥してきてあんな状態になりますね。だから乾燥しちゃってカピカピになって全く伸縮性がない状態だと思ってもらったりです。で伸縮性がない状態になったら何が起きるかって言ったら、これ伸縮性があるといわゆる関節包がこうやってあったとしても、ふにゃってふにゃって曲がれる状態、ふにゃって曲がれるとこうやって折りたたまりますね。ですけど伸縮性がないこんな丸い状態だけだとこう突っかえちゃうんですよ。なんで結構これ大事なのって、後ろの関節包を柔らかくして、膝の裏側ですね、ここを柔らかくしてあげることがすごく大事です。でよくね、膝が痛い方ってここを触るとめちゃくちゃ痛いってやりませんか。それって結構関節とか筋肉ってことももちろんあるんですけど、それ以外にも関節包が痛みを出してる可能性もあります。で実際文献を見てみると、この関節包だったりとか靭帯だったりとかっていうところに痛みの、あのいわゆる痛覚を感じる心外受容器って言ってね、まあその痛みを感じる神経っていうのが非常に多いですね。特に脂肪体だったりとか靭帯っていうところは筋肉よりも全然痛みを感じる神経多いですから、そこから考えると膝の裏触って激痛がある、うわーみたいな飛び上がるぐらいありますよね。あれって筋肉じゃなくって関節包じゃない靭帯じゃないってことなんですよね。そう、だから大事なのってこれ関節包を柔らかくしてあげる、この考え方も大事だよってことですね。そうなんですよ。なのでまとめていきますけども、関節包ね、ちょっとこちらの方で話をしていくと、この前側がね伸びてないからってね結構考えがちだけど、そうじゃなくて前側じゃなくて後ろ側がこんな風に詰まっちゃって膝が曲がんないねっていうことがあるんじゃないの。なんでかって言ったら、膝がですねこれ柔らかければこんな風にふにゃって曲がってしっかり膝が曲がります。ですけど硬いままだと詰まっちゃいますね。これがこの関節包にあるんじゃないかね。で膝を後ろ触ってみるとね、痛い痛い言われます。なんでかって言ったら、これ筋肉とかじゃなくて関節包とか靭帯の方が痛覚、痛みを感じる心外受容器ってね、いわゆる痛みを感じる物質、神経っていうのが多いですからね。で考えたら、ここの後ろのあの痛みってもしかしたら関節包から来てるかもよってことね。であれば関節包を柔らかくしてあげて痛みをなくしてあげれば膝曲がるんじゃない、でなおかつプラスアルファ膝の痛みも治るんじゃないか、こうなんですよ。だから最後結構残り切った痛みっていうのは可動域と同時に治せる可能性がありますので、まあ、次の動画の中でテクニック紹介していきますので、ぜひ今日の話よかったらチャンネル登録ぜひお願いします。連続型になってますから、これ見逃さないようにね、ぜひチャンネル登録お願いします。あとはアウトプット、それと一番インプットになりますので、ぜひねどん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 アウトプットして、コメント欄どん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 書いてみてください。私も返信できるように頑張りますからぜひね、あのこちらの方見ていただければと思います。はい、ということで今日ね話これで終わりますけど、今日の話よかったらぜひチャンネル登録、あとはですねコメント、高評価よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしていきたいと思います。今日の動画までどうもありがとうございました。また見てください。